だけは行ってもらいたい。皆さんに聞きます。そうですね、あのウクライナの戦争が始まってから、やっぱりその戦争の雰囲気っていうのが伝染していくんだなっていうのをすごく感じるんですよね。だからあの、なんていうんですかね、勇ましい声がすごく大きくなってきてるような気がします。新着ニュースがあります。タッチすることで詳細を確認できます。私たちが感じているような危機感よりも、もっとリアルな危機感を感じているんだなっていうふうに思うんですよね。で、そのリアルな危機感がじゃあどこへ向かうかっていうと、移住するっていう選択をする人が多いと。つまりやっぱり生き延びるために何を選択するか、リアルな危機感を感じた人はやっぱりそこから逃げ出すっていうことを選択するんだなっていうことを思うんですよね。だから勇ましいことを言ってるだけじゃなくて、生き延びるために、みんなが安全に生き延びるためにどうするかっていうことをもっと本当に真剣に考えなきゃいけないなっていうふうに思いますね。香港もね、ちょっと問題が持ち上がった時に移住する人が増えたんだよ ね、 そうですね。同じようなことなのかなとちょっと気もしますが、畠山さんどうでしょう。あのこういう中米関係の話が出てくると、どうしても中米の対立になぞらえる形で、まあ、日中の関係も敵対するものであるとか、やっぱり中国を脅威とみなすような論調っていうのがセットで高まるっていうのは根幹すごいあると思ってるんですね。ただ、まあ、私それは非常に一面的な見方だなと思っていて、例えば経済的なつながりなんかを見てみても、中国は日本の最大の貿易相手国で、それはキーウにいる人なんかもものすごく実感してると思うんです。私なんかも生まれて物心ついた時から中国と日本の間では物だったり人が光っていて、中国の人たちも身近に暮らしているし、中国製品も身近にあるし、で内閣府が外交に関する世論調査っていうのをやっていて、これ世代別で見てみると、実は若い人の中で中国の親しみを覚えるっていう人は 41% 超えていて、他の世代より格段に高いんですね。なのでその中国と物理的な距離も近い日本っていうのは、やっぱり中米関係、中米の対立に必要はないと思っていて、本当の意味での現実を踏まえた着実な外交をとにかく続けてほしいと言い続けたいと思います。はい、チャイムになりました。松原さん、コマーシャルだとよろしくどうぞ。SB 本引きカレー。なるほど、これはスパイスだ。クミン、コリアンダー、カルダモン、ジンジャー、スパイス、スパイス、スパイス。初めてのうまさと香り、まさにスパイスを食べるカレー。一緒にどう？ SB 本引きカレー。首相多汗症の話。緊張すると手汗がひどくなる。体質だからって諦めていないかな。その症状、首相多汗症かもしれないよ。お医者さんに相談しよう。すでに400万人以上が購入してるんだから。
ある時というのは、まあ、緊張はつきものなわけですよね。大切なのは緊張を、まあ、やはり管理することであると。まあ、対話の窓口というのを、まあ、不測の事態に備えて、これはもう必ずパイプを作っておくと言うまでもないんですが、何よりも中国に対して強引に台湾を統一する、これがもう軍事的にも経済的にも外交的にも割り合わないんだというふうに思わせる状況を作り続けることなんだと思うんですよね。これ中国も今回のウクライナの件を見てですね、いやそう簡単じゃないなということはよく分かったと思うんですよね。ただ心配なのはやっぱり習近平のように、習近平氏が一強体制ですよね。だから不合理な決断を、まあ、だいぶ晩年になってしたとしても止める人はちゃんといるだろうかということ、ただ期待を込めて言えばですね、中国の次のリーダーたちというのは世代の国際感覚のあるバランスを取れた人たちが多いというふうに専門家が口を揃えています。この先一般道ですから、なんといってもまず習近平氏のこれからの人生、そこをどうしのぐのかと、まあ、まずはそこじゃないかなという気がいたします。ありがとうございました。また来週です。失格処分を乗り越えた加藤美優選手が全仏オープン初優勝。テニス界のニューヒロイン、一体どんな人物？信じるか信じるか。
信しないかはあなた次第です。メルカリ、え、メルカリでビットコインもらえるんだって。嘘、メルカリでビットコインもらえるの？いや、もらってんじゃないか。友達をメルカリに招待するとビットコイン最大2000円分もらえる。招待するよ。私がするよ。落ち着けよ。あ、小林製薬。綺麗に見える便器も内の裏にはクソ積みが。スタンピーポリカミプラスは便器に貼ると防カビ成分が内裏に広がり黒積みを抑え綺麗長持ち。スタンピー除菌防カビ。先生教えてください。私どうすればいいの？どうすればいいの？強い体を手に入れよう。1日1回